名和田智香は日本のアナウンサー。東京都出身。中央大学文学部卒業。SO プロモーション所属。大学卒業後2007年に福島テレビへアナウンサーとして入社。2013年3月に福島テレビを退社。2013年4月から SO プロモーション所属のフリーアナウンサーとして活動。アナウンサーを志した理由として、 大学時代に演劇を学び表現の楽しさを知ったことを挙げている。走ることが趣味で過去にホノルルマラソンを完走している。2011年の FNS アナウンス大賞では番組部門で関東賞を受賞。その表彰式に出席するためキー局のフジテレビへ向かう際、 新幹線の中で東日本大震災の本心にあった。2012年7月21.22日放送の FNS27 時間テレビ2012笑って、いいとも。真夏の超団結特大号。徹夜で頑張っちゃっても良いかな。内の FNS 対抗企画、FNS アナウンサー頑張った火曜大賞で福島テレビ代表として出演し、優勝を果たした。 この番組への出演そして優勝が福島テレビを離れてフリーになるきっかけとなったと自身のブログで語っている。ありがとうございます。